Good afternoon, everybody, and the audience in Japan. I'm Peter Yifong from Hong Kong University, also Hong Kong Student Time Museum. What pleasure to have Ms. Saka to present her interesting talk on the lighthouse and also about the Chinese characters issue in early Meiji period. And I think it's time for our sharing. I would also speak in Japanese. 私は福金英と申します。香港大学の先生ともに香港家事博物館の理事として勤めていますけれども、先ほど竹先生のお話、大変興味深いところ、香港で出版された雑誌に載せた西洋式の灯台の話からはじめとして、そして当時の書き下し文、あるいは漢文の読み方、どういうふうに幕末以後、その漢文、あるいは漢字廃止論まで大変面白い話言いましたし、まあこれから、シェアリングセクションとして、あ、それで私も隣のドクター・スティーブ・チンを紹介しましょう。I would like to just introduce Dr. Steve Chin from Hong Kong State University. Dr. Chin is the advisor to the Provincial Library of City University of Hong Kong, and he also initiated for this project for the Lighthouse Heritage Research Connection Project of City University of Hong Kong. And I recognize Dr. Chin since the last decade, and he's currently he's leading nearly 56 or 60 students commit in this project, and this event this afternoon actually he devote himself much in the past few years, and before I start the sharing section, I also introduce in Japanese. Dr. Steve Chin, K 先生は本当に香港女子大学図書館のアドバイザーとして勤めた。それ以来その東大ライトハウスについてプロジェクトのイニシエーター、あるいはアドバイザーとして、この数年期間、シティ・ユニバーシティの生徒、60人に近く、生徒、このプロジェクトをよく頑張った、そうですね、時間の先に、So, shall we start the sharing section? Or maybe I can ask Dr. Chin, would you say a few words? Yes. Hi, everyone. Welcome to join our events. Today is our honor to have this event at the Hong Kong Maritime Museum. We hope you enjoy our programs. Now I will switch the channel to Japanese.
and we will have our student MC to introduce our today's participants. So we prepare two panels, two sections. First is behind the scene, and the second will be to the lighthouse. So now I will pass this to translator Royce. オペレーションを見たら、まあ、みんなはもう、オーナー島についてはもっと分かりますように言っていきましょう。まあ、これから今日はドキュメンタリーの制作チームが来てくださって、まあ、これから2つの部分、ビハインドシーンとトゥーデライトを2つの部分をシェアしてお願いします。ワグラン島灯台はかつてアジアで最も明るい灯台でした。ワグラン島灯台は香港の南東端に位置しています。ワグラン島灯台は近代100年の香港の歴史を経験しています。水上生活者と陸上生活者の統合の目撃証人でもあります。香港の指定文化財である5つの灯台、その一つであるワグラン島灯台は清国政府によって建造された唯一の灯台です。その他4つの灯台は香港の英国政府が一般人から募った資金で建築されました。香港の西に位置するグリーンアイランド灯台は1875年に建てられました。香港の東に位置するケープダギラール灯台も1875年に建てられました。ワグラン島は香港の最も東に位置し、清国本土との間の重要な戦略的位置にあります。それで清国政府はワグラン島灯台を独自に建てることを決定しました。清国政府は当時世界的に有名な灯台の建築士であったデビッド・ M ・ヘンダーソンを主任技官として特別に採用しました。デビッド・マー・ヘンダーソンは1840年イギリス生まれです。1860年代にヘンダーソンは灯台の照明器具と光学装置を改良しました。その後ヘンダーソンはイギリスの当時のヴィクトリア女王から灯台改良技術の特許権と金メダルを授与されています。当時の上海税関所長のロバート・ハートはヘンダーソンを最初の外国人主任技官として採用しました。ヘンダーソンは1869年から29年間清国の税関、清国公立税関に使えることになります。ヘンダーソンは清国に仕えていた29年間に清国の沿岸部に34基の近代的な灯台を設計し建設しました。ポーコの行王島灯台と大連のラオティエシャン灯台は2基ともヘンダーソンの設計です。ヘンダーソンは高所帝から蒼龍宝星勲章を授与されました。清国の開示のインフラに対する彼の卓越した貢献が認められたからです。こうしてヘンダーソンは当時の清国皇帝からもイギリス女王からも2つの国それぞれから勲章を授与された世界でただ一人の灯台技師になりました。
Yeah, I knew he was based in Shanghai, and there are a large number of lighthouses up along the coast of what is mainland China. But in terms of lighthouses in Hong Kong, I had absolutely no idea until recently quite, you know, how amazing some of these lighthouses were and how prolific, going back through history, that these lighthouses has been. So, you know, to stand here today and be able to see this lighthouse here on Waigeland Island is absolutely incredible. To kind of see it firsthand 130 years after it was built is, it's amazing. 新国の海上運航の歴史において、東東、東院、東廟、江東、府と、これらはかつて船乗りを導いた建造物を指す名称でした。近代以降に使われるようになった名称で、灯台のことを指す明かりの塔、灯塔という言葉は、香港初の中国語新聞、カジカンチンに関係しています。1856年、海中の船を照らす灯塔という灯台を意味する言葉が、カジカンチンに掲載されました。戦略的位置にあって、通過する船を誘導する照明灯を備えた建造物、つまり灯台のことです。カジカンチンでの灯台の意味の灯塔という言葉の使用は、印刷媒体において海上の照明建造物を言い表し始めた初期の用例の一つです。カジカンチンは香港の英華書院から出版されました。1843年、英華書院はマレーシアから香港に移転しています。カジカンチンは1856年の掲載以来、海事工法における指定用語として使われるようになった灯台を意味する灯塔の進化と同様に、香港の教育と文化に影響を与えました。大航海の世界史は西で始まりました。灯台は海洋の戦略的位置に散在しています。貿易船を導き、東西の貿易と文化交流を促進します。東洋の灯台もヨーロッパの建築様式の影響を受けました。100年の時を超えてヘンダーソンが製図したワグラント灯台の手書きの設計図を広げてみると、ヨーロッパの近代的技術と産業革命の職人技との統合がワグラント灯台を19世紀の優れた先進的灯台にしたことがわかります。看这个浑兰岛灯塔这个绘图呢，实际上现在很多的学生，你叫他手画呢，是画不到这个程度。现在学生当然都是用电脑画图，用电脑画图。但是这个19世纪的这些图呢，他画的非常仔细，而且那个画图的方法、比例尺的方法，那个。这张图怎么摆法和现在是一模一样，现在也是这么画，现在用电脑画也是这么画法的。所以当时呢，就是讲对那个技术和工艺的追求呢是相当完善、相当仔细。看这张 Henderson 画的图 ，Henderson 画的图，他对那个基础和那个塔身怎么连接，那么窗。那个窗是多少大小，那个窗是怎么样连接的，它每一个螺栓它都画出来，这个呢是很不简单的。现在特别是我们过了这么，如果是每20年就要一代的话，那么现在设计上已经过了10几代，再来看这个前辈画的这个图呢，还是非常钦佩的。ワグラント灯台は他の灯台とは違います。ワグラント灯台以前のほとんどの灯台は石が原料として使われていました。
以前の灯台は通常円形または八角形でした。一方、ワグラント灯台は19世紀の革新的な組み立てユニットの鋳鉄技術が使われていました。香港第一个灯塔，它是一个很多香港人说是最美丽 的一个灯塔，它是用石头做的。它是美丽，但它怎样建呢？它就很重。但我们可以看到，在恒南岛灯塔，它是一个小岛，在一个给海包围的一个地方，所以其实它在建的时候，它是有很多的困难的。但如果它是一个模组，一个模组的话，它就比较轻。其实人可能两到三个人就可以将一个模板拿到一个山顶的上面去安装，它就很简单了。所以其实材料就是最大的分别。日没，戦乱が巡行する。闇夜の中で歌が響いてくる。今年又有爬龙船，爬出的龙船真是爬得好鬼远。このドラゴンボートの歌は香港の水上生活者の民謡です。しかしその作者は香港生まれの英国人サールウェルです。中国語名は広東語でファーウェイロー。1937年、サールウェルは灯台守としてワグラン島に赴任しました。第二次世界大戦中、日本軍が香港を爆撃しました。ワグラン島も深刻な被害を受けました。1941年の12月25日、ブラッククリスマス、イギリス政府の降伏が日本の公式的な香港占領の始まりです。その後、香港のイギリス人としてサールウェル一家はスタンレー収容所に収監されました。第二次世界大戦の後、自由の身になったサールウェルはワグラン島に再び戻り、灯台の修復を手掛けました。そして、灯台守としての人生を続けました。サールウェルと島の近隣の水上生活者たちは強い絆で結ばれました。19世紀初頭の香港は陸よりも海に住んでいる人の方がはるかに多くいました。1950年代水上生活者はまだワグラン島の周辺に住んでいました。水上生活者は海を家として漁業で生計を立てていました。ワグラン島を通過するとき、水上生活者はエビや魚を灯台守の卵や野菜と交換しました。我们在看那些航拍图，或者是我们在看远远的看一张灯塔，我们只看见一个高高耸立的灯塔，因为它那个是一个 landmark。很远就能够看见这么样一个标志性的建筑，但实际上为了这个灯塔要服务于这个灯塔的正常的这个运作，这里面还有一大套的这个配套的房子，这个我们就看见有人住的，有这个养猪的地方啊，有储淡水的地方啊，有种菜的地方啊，等等等等，这些东西呢，它实际上就成为了一个自成体系的这个小村庄。所以它也是我们现在大家天天都在说的这个 sustainable， 实际上一百多年前这个具体在操作灯塔的人，他们已经知道 how to sustain in the island， 在这个岛上他们怎么生存啊？不靠外援，他们也可以尽量的把日子过得也好一点，或者是吃的营养丰富一点，所以这个也是一个非常朴素的一个 sustainable 的例子。サールウェルと水上生活者との友情は物々交換から始まりました。サールウェルは中国名でファーウェイロー、ワグラン島の灯台守でしばしば漁師と共に航海し、さまざまな活動を組織しました。毎年
ドラゴンボートレースは海と陸の人々を統合した新しい地域社会の発展を助けました。1971年、イギリス女王はサールウェル氏の領主への貢献に対して大英帝国 MBE 勲章を授与しました。佢啊，同佢哋好似自己人一樣啦。咁啊，參好多嘢都參加噶，甚至咧拜山啊，都跟埋佢哋去拜嗰啲fisherman 嗰啲公公婆婆嗰啲老人家，跟埋佢去拜山都有。嗯。咁啊，同嗰啲後生咧又有聯絡啦。夜晚黑咧，放假佢放假翻嚟咧，由朝啊到黑噶啦，佢同埋嗰啲 fisherman 啊，咁啊夜晚啊教嗰啲後生嘅嗰啲學生咧就補習英文啦，啊，如果到嗰啲龍舟咧，咁佢就去參加嗰啲龍舟啊，同嗰啲 fisherman 開會啊，點樣預備啊咁樣咯。因為我父親同埋我哋家人啦，佢家人都係啦，就係天主教徒。咁我覺得佢個人係好友善，冇階級觀念啦。咁加上佢係看守燈塔嘅時候咧，其實係比較容易接觸啲漁民啊。因為都可能佢哋泊船又近個燈塔啊，咁變咗咧就係同佢哋嘅關係係好密切。咁當時香港其實是一個漁村，但是可能他覺得即係漁民嗰個地位咧，係即係唔係咁，即係冇人認同咁樣。咁佢又覺得好想幫助呢班人啦。咁同埋亦都係設立咗呢個漁民娛樂會喺1964年，咁令到佢哋係好似有一個community 咁樣啊，有一個歸屬感，亦都因為有呢一個漁民會成立咗咧，就帶佢哋出嚟呢個社會啊，咁令到呢個漁民嗰個地位同埋認受性咧，其實都係提高咗。咁我諗佢呢一點係比較突出咯。サールウェルは香港で育ちました。彼は大海原の中のこの海域に深い愛着を持っていました。サールウェルはチャイワン漁師協会の会長としてドラゴンボートレースを主催しました。そのレースは水上生活者の存在を陸上の生活者によく見えるようにしました。ライ・ティムは水上生活者の子孫です。サールウェルの助けでライ・ティムの父ライ・ガムダイはワグラント島の東大森になりました。好恭喜今日翻返嚟華蘭島呢度。咁我記得我嗰陣時好細個，五歲嘅時候咧，大約係1965年。咁我爸爸咧就嚟金大，就喺度做叫做副航員嗰只啦。咁啊跟阿花維路先生。可能當時夜晚咧，咁啊望翻上去燈塔咧，嗰啲光咧一條線咁樣，咁啊大約唔知幾多分鐘就轉啦。但係嗰啲光好強嘅，照到好遠好遠。嗰啲船咧，出邊啲船咧，就我細個嗰陣時又唔知有咩作用啦。但係到大個嗰陣時咧，就原來我哋俾啲船導航嘅，咁知道。呢、这個見到呢個燈塔嘅光咧，就接近香港，同埋咧就俾嗰啲漁船啊、商船啊航行嘅時候咧安全好多。咁我而家諗翻起咧，原來老豆做啲工作都幾偉大嘅。生計を立てるために魚を取ることを常としていた水上生活者は東大の高度な機器の使い方を教えてもらいました。水上生活者たちは漁民の作業着を脱ぎ、灯台森の制服を着て、陸上生活者のような生活を始めました。
水上生活者たちはサールウェルに感謝の意を表しました。サールウェルを水上生活者の父と呼ぶことによって、灯台守としてサールウェルは航行する多くの船を助けていました。同時に水上生活者の新たな生活の開始も助けていました。そうして水上生活者たちもサールウェルの良き隣人となり、良き友となりました。我本人黎永雄，后我小朋友的时间已经就知道，查理叔叔是我阿爸的好朋友，所以他那时在灯塔横栏灯塔的时间已经成日落我只船，我爸爸只船度钓鱼，所以我同佢好玩埋一齐嘅。因为嗰阵时系开始即系攞鱼比较辛苦咯，同埋攞鱼揾咗嘅钱系话可以揾到钱嘅，但系揾咗之后只船就已经烂啦，再要重新买嗰只船啊，用嗰啲渔网啊，咁变咗成日都储唔到钱嘅，可以咁讲。啊，收尾之后，我阿爸就叫我跟住佢，咁我佢就介绍我做嘢，咁我就喺度个幕布就做咗几廿年啦，已经吓、啊、就系、是、咁样。但佢真系好好人，你见到佢系帮好多人嘅，查理叔叔系好真系讲，我结婚证书都系佢帮我嘅，帮我攞啊，同埋结婚嗰扎花佢都系佢俾钱嘅。我结婚嘅时候，佢都系俾钱买嗰扎花俾我太太嘅。長年の苦労の末、水上生活者は地上に自分の家を持ちました。元水上生活者たちはまた、香港社会の主流からますます注目を浴びました。今日の科学技術の発展に伴い、ワグラン島灯台は自動化しました。灯台は船を導き、船の安全を守り続けています。現在、ワグラン島灯台はもう一般公開されていません。ビデオデータと 3D 印刷技術は灯台を知るための主要な方法です。其实我们这好像一个桥梁一样，就是将原真的一个历史古建的建筑物，将它研究。再让公众知道其实它里面是怎样啊。现在我们镜头看见的就是电脑去将有一些是消失的不见了的灯塔，跟一些是我们看不到去不了的地方的灯塔，我们用那个软体去将它模拟出来。我们在整个过程里面很有幸就是找到亨德森，他当时那个总工程师，他一个手绘的建筑图，之后我们就根据这个二维的建筑图去将它放到电脑里面，就用一个软体叫 Revit， 我们就将那个2D 的图变成一个三维的模型。但之后呢，我们要将它变成一个可以铸模得到的一个模型的，就我们就可以用这里的设备将它打印出来了。灯台守と水上生活者は姿を消して久しいです。今日、灯台と古い装置だけがワグラン島に残っています。しかし、今日の技術をもって灯台の模型が歴史の物語をよみがえらせます。古い集合的記憶をよみがえらせます。香港のセントラルは超高層ビルがぎっしり立ち並んでいます。スターフェリーが停泊している係留場所の近くに独特な建物があります。それが香港海事博物館です。2000年に取り替えられたワグラン島灯台の大きな照明器具があります。 This is from Waglan Lighthouse, and this light was so powerful it could be seen 26 miles away from Hong Kong.
And it was the second set of lenses, and it was designed in Sweden in 1949. The previous one had been destroyed during the Second World War, and this was a replacement. And before this example, which comes from the History Museum, it was very much a state-of-the-art lighthouse where the revolving light was based on a pool of mercury. So it was very advanced, and the whole system was set up in 1893. And it was been a long time being constructed, but the Chinese custom service decided that it was very important, and they provided the resources to do it. And then in 1898, it was taken over by the colonial authorities in Hong Kong. So it's guided ships into the waters of the port for 100 years. And it's now automated, but this exhibit is a symbol of the care that the Marine Department and the Marine Authorities developed to protect the safety of seafarers. And we're very grateful for the work of the History Museum in collecting it and making it available to the museum to be included in our exhibits.128年の時が経過しました。ワグラン島灯台は香港と世界をつなぎました。一つの用語、一つの図面、一つの灯台、そして一人の灯台森、無数の隠された物語をすっかり明らかにします。灯台の役割が目立たなくなってきていますが、社会の発展の目撃証人として集合的記録の象徴として、ワグラン島灯台は永遠にどっしりと立っていることでしょう。片咧，相信大家都对云南岛灯塔嘅全貌有咗一个初步嘅认识啦。咁跟住落嚟就系我哋 behind scene 嘅访谈环节，我哋呢度邀请咗 LHRC 团队过嚟分享佢哋嘅心得。咁佢哋分别咧系 3D model 设计师梁家豪、senior researcher Richard 同埋点字有声书嘅创作者 Ryan。はい、ついさっきドキュメンタリーを見たら、みんなはもうワクランについて、ワクラ島についてはもうもっとわかりますようになりましたよね。これからは制作チーム、デザイナー、レオンカーホー、リサーチャー、リチャード、そして展示本を制作したライアンのこれからもシェアを感想をシェアしてお願いします。首先呢問下梁家豪同學，可唔可以話俾我哋知你係點樣將呢個燈塔嘅建築圖則轉變成為呢個 3D model 嘅咧？咁其實就呢個咁樣嘅變成一個 3D model， 其實個過程都唔係太難嘅。咁因為咧，其實所有嘅建築物咧都係有由一個圖則啦，我哋叫做藍圖啦開始，咁特別係一啲西方建築物啦、燈塔咁樣，咁佢哋當陣時一定係有藍圖嘅，咁所以當我哋其實揾到呢啲藍圖嘅時候咧，就係我哋要完成燈塔嘅一大步嚟㗎啦。咁當我哋咧揾到呢啲燈塔嘅藍圖啦，就好似我手上
邊呢本書咁啦。咁其實上面左邊咧就係一個燈塔，香港橫瀾島燈塔嘅當陣時嘅一個藍圖啦。咁我哋見到其實上面就好豐富嘅，就包括有啲立面圖啊、平面圖啊，同埋一啲嘅細節啦。我哋 architecture 就叫做 details 啦。咁我哋將呢啲咁嘅咁豐富嘅圖質咧，我哋就放佢入去一個嘅建築嘅軟件裏邊。咁我哋而家多數人用緊嘅就叫 Revit 啦。咁喺呢個建築嘅軟件裏邊咧，我哋就根據呢啲咁嘅圖上面嘅資料咧，就將佢哋一一咁樣去畫翻出嚟。咁就會從呢個嘅平面圖，咁就變成一個 3D 嘅立體圖啦。咁然之後咧，當我哋畫咗呢個 3D 嘅立體模型出嚟嘅時候咧，咁我就好容易去輸出啦，變成一個可以三維打印嘅一個嘅檔案。咁將呢個檔案咧擺入去嗰個嘅打印機上面咧，咁就好容易可以將佢 3D 咁樣打印出嚟啦。咁同埋就可以俾人去觸摸咯，係。哲崎は論画法から質問です。東大の建築図を 3D モデルに変更する方法を教えてください。ほとんどの建物は二次元の設計図に基づいて建てられており、東大の設計図を見つけたとき、私は半分以上成功したことがわかります。その後、二次元プロジェクトの設計図をコンピュータソフト、Revit を導入し、三次元仮想モデルを作成する現場調査、東大の設計、例えば、換気窓の構造を理解し、それでモデルを改善します。最近は三次元プリンターを利用して、Revit で作成した STL で三次元モデルを作ることができます。好，下一个Richard， 想请问下你作为 LHRC 团队嘅重要嘅研究人员之一啦，咁你可唔可以同我哋分享一下你嘅一啲重要发现咧？今次咧，我哋今年咧，我哋就最紧要咧就系有两样嘅 output 啦，一样就系documentary 啦，即系我哋嘅纪录片啦。另外一樣咧就係、是我哋有呢一本書啦，我哋寫咗呢本書就係、是、總大概咁樣去講一講到底香港嘅一啲嘅燈塔嘅歷史啦。咁今次咧，其實咧我哋嘅成果咧就我哋覺得咧就係、是、好豐富嘅，因為咧我哋揾到一啲歷史嘅文獻啦，係喺香港嘅檔案館入邊咧係冇嘅，就譬如好似頭先梁家豪所講啦。喺本書嘅第109頁就有兩張圖，咁咧呢兩張圖咧，其實咧就係喺超過100年前啦，清朝嘅皇家海關總稅務司署嘅總工程師韓德善，英文咧就係 David Van Henderson 咧，佢手畫嘅兩張關於橫瀾島燈塔嘅建築圖。上邊呢一張圖咧就係個燈塔嘅本身嘅建築圖啦。而下面呢一個咧就係橫瀾島建築群佢嘅分布圖嚟嘅。咁我哋可以見到咧，其實咧呢一啲嘅圖咧，如果你佢只係將佢變成，即係佢其實佢存檔嘅時候咧，喺 University of Bristol 咧，其實咧佢只不過咧就係可能係一個好冰冷嘅一件好古老嘅文物，一件圖像嚟嘅啫。但係透過同喺學校咧engage 好多唔同嘅學生咧，咁所以咧就令到呢一張圖咧就可以用好多種唔同嘅方法咧去運用咧。譬如好似梁家豪咁，佢就用建築嘅軟件去將佢由 2D 變成 3D 啦。咁我哋亦都有紀錄片嘅同學啦，佢哋拍攝嘅時候咧，佢哋都將呢個圖咧就做咗少少嘅加工啦。咁令到我哋睇紀錄片嘅時候咧更加容易明白啦，或者知道呢、這個呢兩張圖嘅重要性啦。咁所以咧，其實咧就我哋覺得呢種由學生去去睇呢個歷史文獻咧係好有價值嘅，因為咧其實我哋已經好多嘅歷史咧，我哋已經係遺忘咗噶啦，但係咧透過呢種嘅活動咧，呢種教學活動咧，就可以令到我哋嘅歷史咧係一路咁傳承落去。
ついさっき言った内容を要約します。リチャッドはあなたは東大遺産学術調査 LHRC チームで最も重要な研究者の一人ですが、発見したものは私たちと共有できますか。今回重要な発見をしたのは性の王立税務署の主任技術者であるデビッド・ M ・ヘンダソンであり、ワクラン東大2枚の建築図、1つは東大建物の建築図、もう1つはワクラン島の平面図、もう1つは島の島から消えた南東石島と投資家紋の 地層のをはじめ、香港の古い建物を再発見できます。もちろん今回のテーマは東大の建築と OS に関する多くの話を盛り込んでいますから、これからの発見は香港における東大の進化ももっと理解することができますようになります。就想請問下 Ryan， 你作為一個語言學嘅同學，喺呢個團隊入邊係主要負責啲咩項目咧？係，咁我咧就喺呢個團隊入邊咧，咁我就主要係負責就陪伴一個同時都係讀語言學嘅視障嘅同學阿 Rita 咧。就去一起合作去製作一本中文的點字遊聖珠，其實它就是這樣的，這個是我們第一個版本。這本書的製作目的主要就是去可能幫助一些本地的視障人士就更加深入，還有可能從不同的角度去理解燈塔。這本書的主要製作部分就有三度，就包括是可能內容的創作，還有去點字校對同埋去錄音咁樣啦。咁咧 ，Rita 同埋我咧就主要負責呢個點字校對同埋錄音嘅部分啦。咁點字校對咧就比較特別嘅，因為用廣東話嘅即係點字咧，佢其實個識別嘅方法咧係用讀音去識別啦。咁所以如果一個漢字佢係有超過一個讀音嘅話咧，就會有機會咧係識別錯咗嘅個電腦。咁我哋就要可能揀翻一個同音嘅漢字咧。而且冇另外讀音嘅漢字咧，就取代翻佢，咁就可以預防呢一個問題出現啦。咁如此類推啦。咁錄音嗰方面咧，就係我同埋Rita 咧，就每人錄一課咧，就隔住咁嘅。就舉例，可能如果我錄第一章，咁 Rita 錄第二章咧，咁呢個就某程度上係可以顯示到一個共用嘅概念啦，就一齊完成呢個計劃。咁我一開始嗰陣時就覺得可能Rita 都會面對一啲困難咧，因為始終可能。即係佢視像，咁佢就可能會比較困難咧去做呢一個錄音。咁但係後來合作嘅時候就發覺，其實佢都做嘢比較效率嘅。咁可能呢一個係純粹我同埋佢用唔同嘅方法去做事，但係就並唔代表係即係佢做嘢會比較困難啦。咁其實可以輕輕睇下。咁其實呢個就係一個初版啦。咁其實就叫有啲點字啦。咁咧同埋其實有一啲係即係。可能我哋明眼人睇嘅字啦，同埋上面應該有啲係有二維碼嘅，就係其實我哋錄音嘅嗰啲即係聲音檔案嚟嘅。咁 scan 咗嘅話，佢哋可以聽埋啦。係，咁其實就即係而家製作中嘅係有一個英文版啦。咁都參考翻中文版嘅經驗咧，就係另一位視障嘅同學，都係我哋翻譯及語言學系嘅，就叫 Sharon 啦。咁主要就係佢負責做校對啊錄音嘅，仲有 Iris 都有幫手錄音。係啦，咁就其實我同阿 Rita 亦都有去參觀一啲燈塔啦，特別喺呢個燈籠洲同埋青洲啦。咁其實咧就都係一個好特別嘅體驗啦。所以就此就特別就想多謝翻呢個香港政府嘅海事處啦，就俾我哋去實地考察呢一個燈塔啦。咁就令到一個富有意義嘅計劃可以實行到。係咁，最後又咧一提啦，就係我哋呢個 project 咧就。可以登到上呢、這個Youth Hong Kong 嘅雜誌啦，其實都係講緊呢個推動翻雙健共融嘅計劃，係就係、是、咁。
つい先、ラインの話したことをお願いします。言語学の 学者として、そのチームで何をしたか教えていただけませんか？あなたの視点では、そのような展示、オーディオブックを作る目的は何でしょうか？このような展示、オーディオブックを作る目的は何だと思いますか？私はこのチームで言語学の学生である視覚障害者リーダーさんと共同で中国語展示オーディオブックを作ります。この本の目的は香港の視覚障害者が地元の東大をより深く理解できるようにすることです。この本の制作はコンテンツを作成、展示の構成、録音を中心に行われ、リーダーと私は展示の構成と録音を行われています。韓文語の展示の発音で認識されるため、一文字に複数の発音があると混乱する恐れがあり、したがって構成するときには、一文字コンピューターに流れ音が注意して、他の同音の漢字に変える作業が必要でした。また、本の内容を視覚障害者が理解しやすいように録音した。リーダーと私は一人チャプターモードで本を録音し、共に協力することになりました。私は最初、リーダーと一緒に仕事をするのが難しいのではないかと心配した。なぜなら、彼女が仕事が終えるのが難しいだと思ったからだ。しかし、視覚障害者たちは生活と仕事が違う方法でするだけで、実際、みんなと同じように働いているわけで分かりました。展示オーディオブックの完成とともに、ニラとの東濃州や青州の東大見学もにも同行しました。そこに香港の政府の海洋部に感謝をして、この意味、計画のスムーズに進めるために、私たちのチームを東大の現場調査できるようになりました。好，咁跟住落嚟咧，就系就我哋大家听下呢个拍摄华兰岛灯塔纪录片嘅一个主创团队有三位同学，佢哋咧就冇嚟到现场，咁我哋咧都听下佢哋嘅拍摄过程中嘅一啲心得啦。全部用完，去。今日制作チームの3つのメンバーが今日残念ながらいらっしゃって出れないけれども、これから録音でシェルの感想を支援します。こんにちは、シェロンです。英語版の展示オーディオブックの制作に参加できて、とっても嬉しいです。チームワークで多くの友達を知ることができました。また、制作だけではなく、本を読んで更新しながら、東大についてもっと多くのことを学んだことになりました。一番難しいというのは、このオーディオブックが英語版なので、録音中に英語の音声や話し方はマスターする必要があり、読み間違えることが多いので、前の段階繰り返して練習し、最後に編集することがあるのですが、話し方の速さマスターするのが一番難しいだと思います。このプロジェクトに参加する機会を与えてくれた学校にとっても感謝しています。
これからはリタという感想、リタからの感想を翻訳しています。リタはあなたは先週東大に行ったことがありますか？島での経験や気持ちを教えていただけますか？私は先週東大に行った時感じるのは3つの点があると思います。現場に行った後、現場に行ってこそ島全体の環境を感じることができます。そして東大を守る部屋に近づいて彼らの生活環境を感じることができます。そして周りの空気がどうなのか現場で知ることができます。灯台を振ることができるのは、灯台を触ることができるのは、モデルを触ることと全く違うので、ドアとレンガの質感を感じることができます。灯台の最も美しいところはもちろん、灯台の光をですか。残念ながら私たちを見ることができず理解できません。それでもこの度現場の空間、灯台の実感、モデル模型では再現できないものをたくさん感じさせてくれました。リタさんは視覚障害者です。ですので、見ることができないということを、この感想では言われています。好，咁我哋而家咧就有请阿郭忠伟同学咧代表我哋呢个团队嘅主创人 Professor Chin 嚟讲几句话啦。これから Chin 先生のスピーチの翻訳をします。このドキュメンタリー映画は2つの点皆さんと共有できると思います。一つ目は、このような大きなプロジェクトでの学生たちの研究姿勢が将来に役に立ちます。なぜなら、一般的な教育では学生たちに専門知識を教えているけられても、実際学生たちは現実社会での実践的な経験がないまま遭遇してしまう。このプロジェクトでは実践的に学習機会を提供しているのです。実際、学生たちはプロジェクトに一生懸命に取り組んで自身の制限を超えることができたんです。学問の精神を追求することは非常に重要なことであり、これは第二に私は皆さんと共有したいと思います。なぜなら、この学生たちは彼らに自発的に行動するようにしているからです。海事博物館で共有したり、学生の作品を紹介したりすること、彼が担当する作品を紹介したりするとき、彼らの自信を見ることができます。実際、学生は学問的な答えを追求するのに、彼らの時間を費やしたのですから、彼らの研究のこの学問的な精神はどうでしょうか？肯定的であり、今回も今後の大学教育って考えて見ることができると思います。私は特に香港開発博物館の会員が MADA の申請を手伝ってくれて、クラスメートが彼の創造性の自発で今日にしてくれた。と感謝したい。ここには彼らが研究調査をするのに必要な資金を持っているので、教科の歌ったり、
3D 持って材料を作ることができる。黙々と私たちを助けてくれた多くの人たちに感謝しなければならない。高天教授、動物戦場のような学科の専門家たちも私たちを助けてくれた。そして私たちをいつも応援してくれて、激励してくれた香港中国国家会議。彼らは私がこのプロジェクトで出会った大切な人がたちで、彼らの思いです。大切に思います。じゃあ以上です。本当にありがとうございます。跟住咧，由於我哋主創團隊有三位成員咧係冇嚟到現場嘅，佢哋分別係郭雲婷、郭靜怡同埋蔣瑞華。咁佢哋咧都會分享一下呢個橫瀾島紀錄片過程之中嘅一啲拍攝嘅心得。ドキュメンタリー灯台の記憶ワグラン島灯台のメインクリエイティブチームでドキュメンタリーの監督グオ・ユン・ティンと申します。歴史ドキュメンタリーの制作に参加したのはこれが初めてで、学校の授業で習ったことを実践的に応用するだけではなく、いろいろなことを勉強できました。3ヶ月にわたってビジュアルコースの柯先生の教えのもとで、一日中大きな船に揺られて島へ行き、島から帰ってきた後、すぐに限られた時間で撮影を終える必要がありました。とても忘れられない旅でした。制作で灯台に熱心なプロジェクトチームに会うことができて、とても感謝しています。そのチームは、上智大学図書館の慶教授が率いる灯台遺産保護プロジェクトチームです。慶教授をはじめとするチームメンバーは、100年以上前に和グラン島灯台の設計者である設計者である英国人のデイビッド・ M ・ヘンダーソンが手書きしたデザインを見つけました。この、古い建築図をはじめ、一連の貴重な歴史的資料を、発見して、ワグラン島の灯台、ワグラン島灯台の背後にある、一連の物語を浮かび上がらせることができました。また、香港の水上生活者の父として知られるチャールズ・サールウェルさん、そして灯台を何十年も守ってきた、方の5代目の孫、ジェームズとその家族、水上生活者の子孫である、ラムティンさん、そしてライ・ヨン・ホンさん、また、上智大学建築学部のシッ教授とラン先輩、さらに海事博物館の元館長さん、ウェイチリ氏を含む、多くの方々の協力があり、
マグラン灯台に関連するこれらの歴史を、見つけることができました。これらの歴史資料や、人々からのインタビュー資料をもとに、ストーリーラインの整理を完了し、最終的に一つの用語、一つの図面、一つの灯台、そして一人の灯台守をストーリーの主な手がかりとして使うことになりました。それでは、次に私たちのチームの、メンバーであるジャン・ルイ・フォアから、アイデアと経験について、シェアいたします。こんにちは、ジャン・ルイ・フォアと申します。ドキュメンタリーを見ると、この4つの手がかりが散在していることがわかりますが、最終的には、灯台を中心として、私たちが探していた灯台の記憶にたどり着きました。この記憶は、建築家のデイビッド・M・ヘンダーソン、そして灯台守のチャールズ・サールウェルさんと、サールウェルさんの、水上生活者の親友たち、そして近代から現代までの建築の職人の技、そして灯台という言葉の進化の歴史も、にもなりました。ワグラン島灯台に行くと、青州灯台も、そこから見ることができます。ワグラン島灯台とも共に、香港の灯台の歴史を、築いてきました。青州灯台との違いは、ワグラン島灯台は、設計技術の革新であって、このワグラン島灯台の存在は、中国と西洋の、文化、技術の交流の結果、そして革新、技術革新の、結果を見ることができるところです。ここで、香港の発展史が、世界航海の発展史とどのように関連しているのかがわかります。マグラン島灯台の記憶は、灯台と航海だけでなく、文明の発展にも、関連していることがわかります。皆さん、こんにちは。私は、ゴー・ジン・イーと申します。ポストプロダクションでは、主にアニメーション作成係を担当いたしました。このドキュメンタリーは、灯台についての物語がたくさんあって、歴史資料や古い写真も含まれています。古い写真をアニメーションで提示して、より鮮やかな写真を人々に届けたいと考えました。実は灯台は私たちの日常から遠く離れた存在であり、マグラン島灯台はビクトリア港から、香港のビクトリア港から最も遠いところにある灯台ですが、画面で見るととても身近に感じられます。したがって、このドキュメンタリーを通じて、マグラン島灯台の物語を画像で記録し、私たちとこの灯台の距離を縮め、その建築デザインとその背後にある物語について、より多くの方々にお知らせすることができることを願っています。そして、時が経って、灯台の存在を理解できる意味とその価値、そして、いつかこのドキュメンタリーで、がその保全に役立つことを、願っています。
咁咧，好多謝以上各位同學以及佢哋嘅分享啦，同埋我哋咁多位老師同學對日語嘅翻譯。咁我哋今日嘅活動咧，咁就到此圓滿結束啦。咁都多謝大家嘅線上觀看。じゃあ、今終わりました。はい。本当にありがとうございます。じゃあ、さよなら。